進行方向を足の方から動くようにしています。島高校では全校生徒およそ180人が三重地方協力本部の自衛隊員から災害時のけが人の運び方や担架の作り方、ロープの結び方などを学びました。南海トラフ地震が起きた場合、志摩市など三重南部は巨大津波による壊滅的な被害が予測されていて、生徒たちへの防災教育は重要性を増しています。人が困っていたりしたら使えるように家でもやって頑張っていこうと思います。高齢者の方とか増えてきてるんで、その方たちの役に立てるように頑張りたいです。